長めのいい部屋は、1908年に出版された e m ースターの小説である。イタリアのフィレンツェに、付き添い人のシャーロット・バートレットと共に訪れた、英国中3階級の霊場リューシーハニー・チャーチだが、ペンションは予約時の約束と違い、中庭に面した部屋だった。食事の席で、その不満を話していると、同じテーブルで食事していたエマソン親子が、自分たちの部屋は、 アルノ川が見渡せる、長めのいい部屋だから交換しましょうと申し出る。しかし、シャーロットは彼らが見知らぬ男性で、しかも身分の違う労働者階級であることから、丁重に断る。退出すると同じ教区の神父がおり、彼からそれを受け入れるよう促され、受け入れる。翌日、一行は馬車で郊外に、ピクニックに行くが、ルーシーは、皆からはぐれた時、 エマソンの息子ジョージから熱烈なキスを奪われる。それを知った後見人のシャーロットは旅行を中断し急遽帰国する。その後、ルーシーは上流階級の青年セシル・バイスと婚約する。しかし森の散歩で初めて交わしたキスがあまりに味気なくルーシーは幻滅する。セシルはロンドンのナショナルギャラリーでイタリア絵画を見ている時に知り合ったエマソン親子に 近所のコテージが空き家だと教えてしまうが、そこはイタリア旅行でルーシーが知り合った、老いた、アラン姉妹に紹介していた場所だった。エマソンの親子が先に契約してしまい、それを知ったルーシーの弟フレディは神父を連れて挨拶に行き、直感で気の合ったフレディは森の中の秘密の池で水遊びをしようと申し出、三人はそこで全裸で遊び始める。ルーシーは 母とセシルの三人で森を散策中に彼らに遭遇してしまい、ルーシーは全裸のジョージに再会する。その後、正式にジョージを家に招き、テニスなどに興じるが、それをよそにセシルは読書をする。読んでいた本はイタリアであった俗物の流行作家ラウィッシュが自分たちのイタリア旅行をベースにしたものだった。シャーロット以外知らないはずのことが本になっていることに、 激怒したルーシーはシャーロットを問い詰めると、ラビッシュに話したことを認める。怒りが収まらないルーシーは、ジョージとは混輪際合わないことを伝え、さらには、セシルとの婚約も破棄する。スキャンダルを避けるため、アラン姉妹が旅するコンスタンティノープルに合流することにするが、挨拶周りの途中でエマソン親子の引っ越しを知り、エマソン氏と話をして混乱した感情を正してもらう。 1985年に映画化され、1986年3月に全米公開された。ありがとうございます。